今度は怪我をしないくらい強くならないと来てはダメ。それは世話を焼かせるなってことか。多分そう。ボース、レオ、これは綺麗な宝石。フィルフサを数多く倒した者が稀に得る戦士の証。生き抜く強さを心にくれる。キロ、助けてもらった恩は必ず返す。水をきっとここに戻すから待っていてくれ。君がそう言うなら信じる。キロシャイナス、お前の戦いに加われないことは心苦しいが、せめて調査は急ぐつもりだ。気にしないで。近くのフィルフサはほぼ片付けた。女王の城から新たな群れが来るまで私も休むつもり。女王の城？クリント王国が本営を置いていた城が北方にある。今ではそこが虫歯みの女王の巣になってる。なるほど、そこを攻めれば大侵攻を未然に。いや、どの道我々の戦力では無理か。あまり無茶なことを考えるなよ、ビーラ。私たちにはまず先にやるべきことがあるだろう。分かっている。ボース少年の証言したものが真にクリント王国の古式秘具かどうか見極めねばな。任せてくれ。近いうちに必ず機会を作る。おうおう、なんだか妙に格好つけるようになっちゃって。茶化さないの。さあ、ひとまずお別れしよう。また会う日のためにね。うん、やっと元の世界に帰れるんだね。君たちに日の加護と月の導きがあらんことを。熱い、眩しいけど、これだよね、私たちの空って。ああ、ほんのちょっと出かけただけなのに帰ってきたって感じがするな。こっち側にフィルフサが入り込んでるってことはないよね。見渡す限りでは大丈夫なようだ。この遺跡もじっくり調べたいところだが、それはまた今度だな。大冒険だったね。のんきなこと。もう遊びじゃなくなったのはお前も分かっているだろう。うん、ただ思ったことはちゃんと言っとかないと。またこじれたら嫌だからね。もうこじれてないってのか。お互いこうやって言い合える程度にはなっちまってるだろ。本当、どういうわけか。まだクラウディアに言われたみたいな喧嘩中ではあるんだろうけどね。ライザ、とりあえず僕としてはからかったりいじったりはいい加減やめてほしいかな。そんな恥ずかしい真似もうするものか。誰に見せつけるでもなく、ただ一人で強くあり続けたあの人、俺は見てしまったんだから。尊敬しているという意味だ。まああの人もボースの勇敢さは認めてくれるんじゃないの。
なんせ私たちをここまで。ここから先の異界までどんどん進んで引っ張っていったんだからさ。勇敢さか。それを示すとしたらこれからだ。ブルネンクの男、いや俺自身が。お前たちおしゃべりは後にしろ。そこは門だ。最悪フィルフサが飛び出すぞ。そうだった。早く早く帰ろう。まったく、まだまだ世話が焼けるな。